37歳まで100回はしたことあるかな、飲酒運転。みんなもしたことあるでしょ。うん。だ捕まんなきゃいいんだ、別に。現行犯で。飲酒運転なんてのは。100回はしたことだよ、俺。見つかったらもう免許ねえわ。ゴールド免許なくなるわ、見つかったら。免許剥奪で、もうなくなってるわ。車乗れなくなってるわ、見つかったら。いや、みんなちょっとアイテムお願いしますよ、本当に。アイテムお願いします。どうなったかお願いします。いや、俺ゴールドだよ。数々の交通違反をやってきたけど、ゴールド免許。だ、それは見つかってないから。当たり前だよ。あのさ、ゴールド以外の免許のやつは今すぐ返納しろよ。ゴミが。そうだろうがよ。交通違反なんかしやがって。交通違反を守れねえやつが公道で乗るの危ねえよ。俺たちゴールド免許の邪魔になるだけだから。免許返上しろよ、バカが。ゴールド免許持ってねえよ。運転手が。プロじゃねえよ。プロのドライバーじゃねえよ。免許を持ったプロのドライバーって自覚を持てよ、ゴミが。死ね。当たり前だよ。教習所で習ったじゃん。違反しね、しちゃダメですよって。なんで違反してんの？プロのドライバーになってから。ねえ。ゴミじゃん、ただの。カスがよ、ほんとに。これ1位になれんのかね？お前ら予想誰1位なの？これ。お前らの予想だと。ねえ。ね、上位10位の中で誰が1位になると思う？これ。まあ、今暫定は俺だよ。暫定1位は、あと残り3時間30分で決着だけど、暫定1位は俺。今のところ。暫定1位は。2位がアンクル。3位がクルア。4位が橋本バブミミ。5位がシュマジロ。6位がアイコだって。誰が、このね、上がってくるかね、これ最終日。誰が上がってくるわ、これ。俺、もしこんなのに負けることがあったら、帝王返上するわ、もう。今日以来。さすがにこれ1位になれなかった。俺、帝王返上だ、これ。1位通過できなかったら、これ。このメンツで、で、2位がアンクル、3位がクルアで、こんなゴミメンツで、もし、1位じゃなくて終わったら、俺もふわっちの帝王名乗らないよ、もう。俺はもう名乗らない。もうそれぐらいの覚悟で今回のイベント臨んでるから。お前らが缶ジュース1缶我慢してくれよと。明日からの。120円。全員が、ね、投げれば、え？勝てるから。全員が。そう。あれだ、翔吾さんありがとうございます。よっさんが負けるとかありえない。だったら投げろ、よっちゃん。おい！てめえ、俺のサムネしやがって NG ぶち込むぞ、お前、よっちゃん。あげるよ、言って、てめえ1個も投げたかよ！このイベントでよっちゃん。投げてねえだろ、てめえ。何がお前、口だけで負けるとありえねえだよ。このイベントに一個も投げてねえ、カスがよ、お前よ。ゴミが。口だけじゃなくてよ、行動で示せ、バカが。あ、翔吾さん一個出す。あ、丸尾さん5個出す。翔吾さん丸尾さん5個出す。ありがとうございます。こっからもう100個のファンタスティックはね、バグ投げとか来ればもう激アツなんだけどね。100個で10回連打とか。で、そこで10倍が2回ぐらい出たら決まるけどね、結構もう。決定的な差が、もう瞬間に決まるよ、これ。その10倍って出ちゃったら。ファンタスティック100個連打でガン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 来てね。
怖いかな、本当に。ファンタスティック、ファンタスティック古代ですかね、本当に。もう勝てんのか心配だよ、俺は。イベントを勝ち抜けるのかが心配だよ、本当に。このアイテムで30個とかで、これから上がるのかね、本当に。アイテムがで1位になったらね、還元祭やるから。還元祭、リスナーに、リスナー還元祭プラス超重大発表を言います。超重大発表、ここまで温めといた超重大発表を言います。1位になった瞬間に、0時に過ぎた瞬間にね、0時に決まるから。で、俺が1位というね、そこの王座につくことがあれば、1位の、そしたらもう超重大発表。いや、これはもう約束する。これ温めてたんです、ずっと。この重大、超重大発表。うん。これはマジで、震えるよ、お前ら。マジで。そう。いや、麻雀大会だ、そうじゃない。俺自身の人生について。うん。俺の放送が一気に変わるから。うん。俺の放送が一気に変わります。それだけは言っておく。超重大発表に関して。うん。マジで。ただ1位にならないと、これは封印せざるを得ないから。そう言うのが恥ずかしくなっちゃうから。うん。どう変わるの？いや、それはだから超重大発表で。うん。まあ、それはだからお前らが、で、今、缶ジュース1缶我慢して投げりゃいい話。お前らが明日の缶ジュースを一缶我慢して、ね、投げりゃいいんだから。うん。ゲーム配信したらそうじゃない。うん。俺の人生が変わるってこと、人生が。うん。もう人生が変わっちゃうね。うん。この超重大発表発表したら。うん。だ、それを言わすかどうかは、お前らが人狼を一個でもね、100、明日のね、缶ジュースを我慢して、投げれば OK。そうすれば、もう、超重大発表、0時過ぎだから発表するから。うん。人狼1個だよ。ここにいる全員が人狼1個投げりゃいいんだよ。ね、ここにいる全員が。明日の缶ジュースを我慢せんだから、全員。まあ、ツイキャス解禁とかじゃないです。もう、配信のことじゃない。配信のことじゃない。うん。俺の人生が変わるってこと。これもね、1位になったら言っちゃうから。俺も。ずーっとこれ言わなかったけど、もう、ここしかないね。1位になって終われるのであれば、俺が。ここしかない。うん、あー、サクサク、これでいいな、やつ1個。いや、できれば、1年間ぐらい、ね、明日から1年間ぐらい缶ジュース我慢して、365個投げてほしいんですけど、できたら。うん、できたらね。まあ、1ヶ月でもいいね、30個で。うん、1ヶ月、明日から1ヶ月、明日から1日じゃなくて、それを多めに何回も我慢してほしいんですけど、できたら。うん。そう。お願いします、それ。ね。じゃあ、お前らもそうだよ。お前らもちゃんと我慢すればいいんだから。じゃあね、3日我慢しようかな。じゃあ3日人狼投げようっつって。ね。じゃあ3日、3個投げればいいじゃん。じゃあ10日、よっさんに1位になってほしいから、10日間我慢しようっつってさ。ね、10個投げればいいわけじゃん、人狼を。うん。いや、我慢しないんだったらポケットマネー100円ちょうだい、俺に。120円のポケットマネーをくださいよ。こんな我慢しないんだったら。我慢しないでちょうだいよ。で、白状だよね。せっかく今日さ、当たり馬券教えてあげたのに。うん。で、当たったら花火投げるよとか言っときながら、花火ゼロ個だったらね。ふざけんなよ。ね。毎回そうじゃん。当たって爆投げないよね。うん。
本当に俺のさ、予想に乗ってさ、ただで俺の予想を見て当たってさ、それ何も返さないんだから、アイテム。え？人狼1個もない120円の。うん。あ、グーニーさんです。グーニーさん。ザギの人かな？ありがとう、グーニーさん。キョッサンさんありがとう。キョッサンさんありがとう。うん。もう誰も乗ってないんだよね。いつもあったらツイッターでよっさに乗ったら当たったって書いてあるの、俺エゴサーチして見るんだけど、誰も書いてなかった。一人も書いてなかった、今回。もう誰も俺の予想乗らなくなったんだよね。クソすぎて。うん、200万負けとか。だけど、今日分かったでしょ。今日。俺変わったからね。来週から当たりをバンバン。もう変わったから、俺は。うん、競馬のやり方っていうのを変えたから。今回誰一人だったよ、ツイッターで。よっさんの予想に乗ったら当たったとか、誰もね、書いてない、一人も。いつもあったら2、3人いるんだよ。でも、今日0人ってことは、もう完全に愛想つかされたよね、俺。競馬の予想に関して言えば。リスナーに。誰も乗ってなかったってことでしょ、俺の予想に。ラッキーライラック。うん。ああ。そうだ。ああ、でも投げてくんないよ。こんなゴミアイテムしか、こんなさ。村人とかこんなクソアイテムとかいらないんだよね。やめてくれない？俺のこのね、成功な、ね、もうこの聖域のあるチャット場を村人で荒らさないで。こんなゴミアイテムで。うん、アンクルとはクルアに投げろよ。やめろよ。こんなゴミアイテムいらねえんだよ。うん、俺は、人狼が欲しいんだって、人狼が。人狼。うん。あ、グーニーさんありがとう。グーニーさんありがとう。え、グーニーさんじゃないですか？ありがとうございます、ゆっこ。ありがとうございます。重大発表ありますよ。マジで重大発表、これ。マジで。本当に重大発表。うん。もう多分みんなびっくりするんじゃない？多分みんなびっくりすると思う。この重大発表は。プラプラ悪魔将軍さんです。悪魔将軍さん1個です。あ、5個あります。匿名さん5個あります。匿名さん5個あります。ありがとう。いや、もう本当にこれ重大発表だね。重大発表。ガチで。ガチでマジで重大発表。うん、ガチでマジで。うん。ね、だからみんなもね、狼で応援してください。狼で。爆投げしてください、100個。狼爆投げ待ってますから。狼の爆投げを。100個ファンタスティックね、10回連打とか待ってるから。もうそういうのがあってほしい、本当に。